今日もバイトなんですよね。行ってらっしゃい。お忙しいですもんね。お話ですか？はい、今日は大丈夫ですけど。それじゃあ後で伺いますから。お邪魔します。それでお話って何ですか？もしかして私のこと嫌いになったから別れたい、そういうお話ですか？私は指輪？これを私に？忙しかったのってこのためなの？いっぱい怒ってたはずなのに、なんかもう全部どうでもよくなっちゃいました。でも会えないのは本当に嫌だったんですからね。こんなのずるい。